皆さん、こんにちは。皆さんは、五等分の花嫁のアニメは見てますか？第4話、すごく良かったですね。私は原作読破済みなので、この回がアニメでどのようになるのか、とても楽しみにしてました。今回は、前回に、引き続き、私の推しのニノちゃんの出番が多くて最高でした。今回の見どころとしては、もちろんバラバラになってしまった五つ子ちゃんたちが仲直りするところでしょう。最初は、ニノとミクの仲直りです。この二人は、物語序盤からぶつかることが多かった二人ですが、お互いがお互いの知らなかったところを知って、仲直りするというシーンはとても良かったですね。また、ニノのツンデレらしい仲直りの仕方もとても可愛かったです。ああ、尊い。そして、次は、無理やり、陸上部の助っ人に駆り出されている四つ葉を連れ戻しに行きます。おい風太郎、そこ変われ。五木が助け出そうとするも、うまくいかず困っていたとき、ここで髪を切ったニノが登場して四つ葉を助けます。ニノは、ロングもショートもどちらも捨てがたいんだよな。そして、今回の姉妹喧嘩の発端となったニノと五木の仲直り。二人は素直に謝り、それぞれの手には、相手が以前見たがっていた映画のチケットをそれぞれ持っていました。これも尊い。ラブコメというジャンルでは、男女の喧嘩というのはよくありますが、このように、姉妹などの女同士の喧嘩とその結末をしっかりと書いているものは少ないので、恋愛以外も楽しめてとても嬉しいですね。その後、仲直りした5人は家へ戻ります。そして、初めて5人揃って、風太郎の家庭教師を受けます。本当に良いシーンですね。風太郎が、初めて家庭教師に来た時は、みんな、バラバラでまともな授業になりませんでしたが、それでも、ずっと頑張り続けた風太郎が報われたシーンだったと思います。そして、テストを受けた後、家庭教師を辞めると言って、五つ子の元を去った風太郎を止めるために、みんなは、風太郎の元へ行きます。いろいろあって、全員で、冬の川に落ちてしまいますが、そこから、みんなでまた、新しいスタートを切ろう。という締めくくりでした。そして、ニノが風太郎を意識する瞬間。このあたりから、ニノの可愛さが急速にアップしてきますので、原作未読の方は、ご注意ください。以上がアニメ第4話でした。私は、原作で読んで展開を知ってはいましたが、アニメで動きや声優さんの演技が加わるととてもいいですね。今期の五等分の花嫁は、割とテンポを早く進めているので、話がどこまで進むのか。今後の展開にも期待ですね。それではご視聴、ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。